なんかジアレちょっとなかった。そう、もうすき家食べたくって。チーズだよ、ごめんね。迷ったんだけど、なんかあのチーズが食べたくなった、ごめん。今度ね、高菜にする。いただきます。あー、ちょっと待って、写真撮っていい？プラメで報告しよう。そのくらいはウキウキしております。私、届くかな、ちゃんと。いただきます。嬉しい。ミニです、ミニ。やばいやばい、特盛りはやばい。ミニでもカロリーだって600とかあるはず。そう、昨日たまたま見た。飯テロです、すいません。美味しい。ギフトありがとうございます。うん、幸せやな。うん。え、マジ美味しい。よし、ありがとうございます。食レポしないさ。美味しいだけで伝わるはず。え、そう、本当にずっと言ってたからさ。そう、チーズ。今日はね、朝からしっかり食べたんで、もう明日はもうしっかりするっていう。のわりにね、お腹出てないんだよね、今日あんまり。そういつもだったらね、出るんだけど。テンション高い女がマジ幸せだね。でももうちょっとさ、牛丼さ、ご飯減らしてもいいんだよね。ひか、何をしっかりするんや、体型管理。それはね、たまにはね、自由に食べたいんだ、ひかも。うん、なんでみんなにそんな披露しなきゃいけないの、食べたもん。恥ずかしいじゃん。で、どうせさ、それ、え、めっちゃ食べたねとか言うんでしょ。嫌だよ。嫌だよ、そんなの。今は。いっぱい食べてるのは分かってるんだ。私も。ギフトありがとうございます。それもスプーンで食べるのか。だってこれあれだよ、あの、もうファミマじゃなかった、間違えた、なんだっけ、ファミマじゃない、あのすき家、すき家に置いてあるスプーンだよ。だって別に、うん、食べたい、食べやすい方でいいんだよ。うんうん、それだけで足りる、足りる足りる。だってしっかり食べたもん、朝昼。今日はいっぱい食べたから、ちょっと久しぶりになんか3食きっちり食べてる気がする。ギフトありがとうございます。うん、紅生姜はね、別になくてもいいし。うん、動け、多分動いたはず。ただいま。止まってた？ごめんね、なんか。ウーバーじゃないよ。買いに行ってきた。テイクアウト、テイクアウト。お店で食べるのあれだから。
気づかなかった、うん、だってコメントも全然普通に動いてる風だったし、うん、大丈夫、まだ半分ある。ギフトありがとうございます。いやだっていつもだったらなんかみんな止まってるよ止まってるよっていうコメントが来るのに来なかったから今回あんまり、だからあれ動いてんのかなと思って、うん、待っちゃった。好きや、なんかねさっき変なんなった一回画面が、で普通に戻ったから、で普通にコメント来てたし、なんかこんばんはとか来てたから、なんだ動いてるんだよかったと思ってね。予想通り美味しい、食べたことあるもん食べたことあるもん、美味しいさ、美味しいよちゃんと。でもな結構チーズくるねお腹に、お腹にっていうか最近さ胃もたれがすごくってさ、割と胸焼け胃もたれがすごくって、ひかあんまり良くないよね。山かけにしたらよかったかな、山かけかネギか。チーズはお肉の上にのせた、お肉とご飯の間に入れてもらった、上にのせてもらった。なんかちょっと手慣れてなさそうな店員さんだったので、なんか分かんなくなっちゃうかなと思って、そう普通にチーズ牛丼くださいしか言わなかった。ミニこれいいんだよ。うんね、胸が痛くなるんです。そうあんまり良くないよね、一回病院行った方がいいのかなと思ったんだけど。牛乳ね飲めないのごめんなさい。豆乳もあんまり豆乳もあんまりちょくちょくなるの、うん、もともとね、まあ2食なの基本的に、それをいつもより少し食べる量を増やしたりすると、そうすぐ胃もたれとか胸焼けするの。飲みたくないわけじゃない、嫌いなの味がもう。そうこれ何回かショールームで言ってるんだけどね、そうなんか飲みすぎちゃって、中学校の時に、中学校じゃない小中で飲みすぎて、なんか急に飲めなくなった、味が受け付けなくなった。単に食いすぎ、え待って待ってちょっと待って私の、うんまあいいやもうね、それはねもう言われるの分かってたからいいや、うん、はいそうです、うんうん、ネットありがとうございます。いや本当にもうダメだったんだよね、牛乳の味がダメになっちゃって。そう
ばんは。こんばんは。ヨーグルト、ヨーグルトは好きだよ。そう。ミルクも超えたんだもんね。お店による。まああんまり好みではない。抹茶入ってないと無理だね。なんか基本的にいつもこういう系飲むときは抹茶のミルクティーの。ごちそうさまでした。何見てるのって。世界仰天ニュースが今ついてるの。そう、なんか お餅食べてえみたいな、あのそうお腹痛くなるのみたいな、すごい食べてたみたいな。終わり終わり、お腹いっぱい。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。もう明日食べなくていいんじゃないかっていうくらいお腹いっぱい。それ今お腹見えちゃう今日ねめちゃめちゃ、あでも胃がすごい出てるわ今。めっちゃ小食やん。まあそうね、もともとそんな食べる方ではないかも。食べるときは食べるよ。そう、食べるときはすごい食べたりはするんだけど、基本的にはそんな食べることはない。なんかいつも2食なんです。2食で割と足りる。まあ夜中お腹空くけど、もう寝ちゃったらねって感じで2食で済ましちゃって。夕食だけど先めっちゃ飲むから全然痩せない。あっちゃー、そうなのか。こんばんは。倒れない、全然倒れない。元気元気。そう、倒れたことないから安心して安心して、倒れたことない。結構ピンクに見えるね。結構ピンクだよ。デザートは買った。いや本当にお腹いっぱい今日。マジでちょっと食べ過ぎちゃって本当にもう無理ゆうたありがとうございます。そう、もう無理。こんばんは。あと2時間起きてないと。いやまあいつもの日かならねそうなんですけど、それはまあ日によるんで今日は別にって感じ。まあそこはねちゃんと自分で調整してるから大丈夫だよ。待って、なんでそんな食わせようとするの。ヒカに、ヒカ体型以上頑張ってるって言ってんじゃんね。ねえ、ちょっともう本当にやだね、もうなんかそんな限界突破していいことなんか何もないし、私はただただ胃もたれするだけだし、そう私に何なんていうの、いいことがないだってもぐもぐ配信だもの。え、どういうこと。もぐもぐ配信だから2時間起きてないとダメなの。なんでなんでなんで、どういうこと。ひかるん、今日オイラの愛しのゆうかちゃん誕生日だよよかったねゆうかさんお誕生日おめでとうございます。おめでと
おめでとう。こんばんは。こんばんは。うん、ギフトありがとうございます。あ、私のファンの方のゆうこさんですよ。そう、お誕生日って教えてくれれば全然ハッピーバースデーするんで、ここでせっかくならね、みんなでハッピーバースデーするので。今日は何時くらいまで配信してくれるの？あ、今日ね、ちょっと最近短めにしてるんで、25分だったらね、ちょっとランキングに行こうと思います。はい、ごめんね。待って、タピオカ、タピ、え、待って、タピオカ出てるよ。そう、あ、なるほどね、タピオカで飲みすぎて。ああ、そういうこと、気をつけなきゃ。ヒカル待ってよっか。そうなのです、そうなのです。明日もレッスン、明日ね、なんかレッスンなさそうなんだよね。そうだから、とりあえずちょっとやることをします。短くても元気そうな姿が見られるので嬉しいですよ。ありがとう。覚えること結構たくさんかな。え、もうやばい結構やばい。え、でも本当になんか間に合うのっていうくらい、なんか割とまだ全然やってない気がする。ヒカはね、なんかまあ人に、これはね本当に個人差があるから、めちゃめちゃレッスン入ってますっていう子もいれば、なんか、え、全然ないよみたいな。そう、ギフトありがとうございます。私ちょっと今その状態で、あれ、これ、え、私大丈夫って思ってるえ、私大丈夫って今思ってます。ギフトありがとうございます。オフ、気晴らしに遊びには行かないか。行かないね、今こういう状況だし。そうだから、ご飯もね、なんかどっか買い、あの食べ、あの牛丼とかもね、お店で食べずにテイクアウトして帰ってくるんです私。テイクアウトとかじゃないとね。ゆうふたありがとうございます。出番少ない、それはまあ秘密ですね、言えない。そうそうそう、コンサートまで割と迫ってってきてるというか、そんな感じするのに、あれ待って、大丈夫みたいな気はする。昨日もこの時間テイクアウトの話してたから、タイムリープしたかと思った。今日ね、テイクアウトしてね、すき家を食べたんで、